箱館競輪 F1 は2日目が終了。ガールズはスーパールーキー中澤春か23イコール福井が危なげなく連勝を決めて3連勝での部位に王手をかけた中澤は流れに対応できた箱館バンクは5月のルーキーシリーズ3連勝の時より軽く感じた積極的なレースをして力を出し切りたい。そして結果が出ればと話した決勝はライバルたちも打倒中澤に集中して攻めてくる。 ここを突破すれば自信になるはずだ。